トちゃん。私たち含めて5人しかいないよ。ええ、そうみたいね。みんなどこかで見かけたことのある女優さんばかりだわ。本当だ。あそこに座ってる人、テレビで見たことあるよ。どうしよう。あやちゃん、一次オーディションの時に私が言ったことを覚えている？うん。確か、自分の力を出し切って、オーディションを楽しむ、だよね。ええ、そうよ。どんなに相手がすごい人でも、狭き門だとしても、楽しむ気持ちは大切だと思うの。私は、きっとここにいる誰よりも、あやちゃんにその素質があるのではないかと思っているわ。力を出し切って、オーディションを楽しむ素質？ええ。それに、この可愛いお守りもあるしね。あ、ひまわりのチャーム、持ってきてくれたんだね。もちろんよ。弁護士役ではないけどね。もう、ちさとちゃん。あやちゃん、楽しみましょうね。うん。あやちゃんは3番手、私は最終の5番手。あやちゃんはそろそろ演技を終える頃かしら。こんなにオーディション直前まで相手のことを考えているなんて、あやちゃんの存在感ってすごいわね。でも、他のことを考えていても、どこかで大丈夫、私はできるという自信がある。みんなからの頑張ってがプレッシャーになっていない。背中を押してくれている気がするわ。みんなからの応援が、こんなに温かくて、大きなものだったなんて。ありがとうございました。あやちゃん、終わったのね。うん。あやちゃん？え？頑張って。もちろんよ。はい、失礼します。5番、白崎千里です。よろしくお願いいたします。このシーンは、はい。最初の頃、あやちゃんと一緒に役の解釈を広げていたところ、あの時「いってらっしゃい」という言葉の中に「頑張って、気持ちはそばにあるからね」という気持ちが入っていると言っていたわよね。あっ、あやちゃん？え？頑張って。こんな時にもあやちゃんが出てくるなんて。それなら、私も準備できました。よろしくお願いします。